岸田総理大臣は衆議院予算委員会で反撃能力の行使を想定し、アメリカ製の巡航ミサイルトマホークを400発取得する予定であることを明らかにしました。トマホークの取得数、これ400発を予定しているというのが我が国の方針であります。政府は反撃能力を行使する際の装備として、トマホークをアメリカから購入する方針を決めていましたが。 これまで安全保障上適切ではないなどとして、取得する数については明らかにしていませんでした。一方、与野党は現在予算委員会で審議されている来年度予算案について、明日の委員会で採決した上で衆議院を通過させることで合意しました。